はい、お疲れ様です。本場中です。今日はね、このスバルサンバートラック、このね、トラックの荷物をもうね、全部下ろしました。ここに道具入れるケースとかあったり、この軽トラを使ってトラックの改装とか行く時用の輪ギがね、ここに2本あって、まあちょっとした工具箱がここに置いてたりしてね、まあほんまに今までね、草刈りとか、まあ今思い起こせば、まあ、土間の工事とかで結構頑張ってくれたね、このスバルサンバートラック。こうやって見たらかっこいいな。改めて見たらこれもシールももう色あせたけど、神竹モータースでね購入して、もうかれこれね時を経て、もうね、荷物を一旦ねもう下ろしました。もちろんね、このキャビンのね中も荷物ねほとんど下ろしました。あとね、ちょっとこの辺荷物あるんですけど、この辺ね下ろして、したらもう空っぽになっちゃいますね。まあちょっとあの今日仕事に乗っていっとったんで、カバンとか置いてるんですけどね。ちょっとエンジンかけてみましょうか。ね、スバルサンバートラック。まあいろんな思い出がもう詰まってますよね。走行距離も何キロ走ったやろ。距離が、21,130km 走りました。まあ、ね、燃費とかね、もう毎回毎回燃料満タンにしたら気にしながらね走って楽しんで、いろいろなねとこに行きました。ほんまにもうほんまにこれで青森にも行こうとかね、いろいろ考えてしたね、思い出の1台になりますね。こうやってね、ドンキで買ったドライブレコーダーもね、これはこれでなんか、思い出ですよね。なんか発信して私も買いますってね、ひさきさんが言ってくれたり、買ったかどうかわかんないんですけど、あとはね、このドンキで買った呼び込みくんねとか、まああのこれは AM、FM ラジオしかないから、まあ、Bluetooth で音楽聴くように、まあこれ、トラックで長距離ね、なぶってた時によく使ってたソニーのスピーカーを搭載してね、いろいろとね、音楽も聴きながら、いろんなところに行きました。このハンドルカバーもね、これね、つけたんをね、昨日のことのように覚えてます。はい、ね、ほんでまあまあこうやってね充電する、こうやってあのこのホルダー、充電のホルダーも、こうねつけました。こんな感じでね、携帯をこうやってかざすだけで左右に開いてこうやって挟んでくれるね、こんなんもねつけてね、いろいろ楽しんでみました。はい、まあ、この辺はねなんかずっと丹石さんにもらったマーカーずーっと置いてます。これもつけようかなとか思っとったんですけどね、結局つけずじまいでね、ここにずっと置いてましたね。まあほんで、まあカーテン、サイドのカーテンとかね、後ろのこのカーテンもダイソーで買って、まあなんかうわめっちゃええなとか言っとったんやけど、これもなんかもうあんまり綺麗につかへんから取ろうかなとか思いながらね、ずっとつけっぱなしで、んで
まあこれね、後方とか結構ね、俺巻き込み防止で見るから、まあこうやってちょっと開けて走ったりね、まあまあちょっとこれマグネットでこうやって止めてるからちょっとあんまりね綺麗にできないんですけどね、こんな感じでね、ね、まあなんかトラックめっちゃ軽トラいじる言うてね2年ね、全然いじることなくね、ずっとね来ました。サイドミラーもね、今見たらこうやって下がね見えてね、結構いいミラーがついとったんですよね。はい、まあヘッドライトもねすごい暗くてね、玉を交換しますよ言うてね、こうやってねヘッドライトの玉もね交換したのがね昨日のことのように、はい、覚えてます。これ結構ヘッドライトの交換大変やって、なんかもうこの辺パキ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 外して、なんかパキパキ外して、でなんかドアの後ろからネジがあって、それを抜いてね、なんかいろいろしてねやった記憶がね、昨日のことのように思い出します。もう今はねこの軽トラックももうなかなか在庫がないみたいでね、どうなんやろ、まあ中古車価格はそんなにはいってないとは思いますけどね、はい、まあ今このダイハツのね、ハイゼット、これはスバルのサンバトラックなんですけど、このタイプのトラックがね結構もうないということで、結構ねあの欲しがるというか探してる方がね結構多いっていうことも聞きました。はい、でね結構海外でも人気で、まだ2年3年ぐらいやから、まあまあ全然アメリカには持っていかれへんねんけど、海外の需要もねあるっていうことを聞いてね、ねこのねスバルサンバートラック、まあ改めて荷物を全部下ろしたらね、こんなすっきりするんやなぁと、はい、思いました。見てください、いつもねこうごちゃごちゃって置いてるんですけどね、でねこのゴムのねマットもね、田中さんこれ使い言うてねプレゼントしてもらったんですよね、本当にありがとうございますね。まあ、ちょっと道具箱とか置いてるとこはね砂が溜まったままになってしまってて、今回ねちょっと道具を下ろしてね、全部洗車しました。はい、こんな感じでね、まあ2万キロ走ったんですけどね、タイヤもそんなに山がちぎることなくね、はい、程度はね本当あのいいですって言われました。すごいね極上な軽トラで大事に乗られてますねって言われたんですけど、まあそれ大事というか、まあまあむちゃくちゃ走り倒したんでね、まあでも大事に乗ってきた一台ではありますね。今こうやって改めて見るとね、こういうところの作りもねいいですよね、ほんまになんかもうトラックとねこう変わりない作りでね、この辺のキャッチもね、はい、すごいもういい感じに作られててね、まあまあ本当にこれ購入してね、まあほんまにいろんなとこ行ってしたんですけどね、特にサビもなくね、綺麗に乗ってきました。屋根もね、鳥の糞にね、悩まされながらもね、なんとかなんとかね塗装もね綺麗に保ちました。結構綺麗にね乗ってきました、はい、でねそうですね、思い出としたらこのエンブレムをねミネルさんとガレージひなパパとね、これを外したらダイハツのエンブレムがついてるやろっていうことでね、意気揚々と外したらね、全くもう両面テープでエンブレムがついてるだけでした。いろいろ、まあ動画もほんまに、ああそうや、これね
あのユニックミネルさんとね衝突実験もしましたよね。ここのカメラのねこれでね、まあいろんなセンサーもねここについてて、このセンサーでねいろいろ計算して衝突実験もねしてね、止まるかなとか言ってねダイソーで段ボールもらって実験した記憶がねもう昨日のことのように思い出しますね。まあ、本当にもうこれもねまめにね洗車しとったんでね、シャーシの方も結構こうやってブラシでこすってね手が届く範囲を洗ってるんで結構綺麗にね、はい、保ってね、マフラーもねこんな感じでいい感じになっててね、はい、こんな感じです。ほんでトラックに積み込むときはまずここにリングかけて、後ろはねもう横にあるシャフトのその辺にねかけて、手前と奥と2本かけてねトラックにね積み込みました。まあ、そういえばあれですよね、もうこれもねトラックにどうやったら積めるか言ってね結構ね1時間ぐらいね研究した結果ね、リング2本でリフトで積み込めるっていうことをね、ちょっと僕らね、見つけて、まあこのトラックで遠いとこはどこ行った、まあ九州行ったな、福岡、このトラックで福岡行ったな。ほんで持ち吉のラッピング号の出発式ね、このトラック乗せて行きましたよね。懐かしい、もう昨日のことのように覚えてるわ。で式典使ったなんかこんないろんななんか式典のグッズって言ったらおかしいけど、なんかいろんな用品をねこの軽トラックに過去台車ごとボーン積んで、もうスピーカーとかもう機材をねボーン積んでね、福岡支店にね持って行きましたよね。横にはそうやそうや、ちゃんけさんが乗ってね、ちゃんけさんが乗って、で行っとったらねごっつい雨降ってきて、もうなんかブルーシート、あったブルーシートぶわーかけていったけどね、まあ、ちょっと濡れてしまったんやけど、まあ、そんなね、思い出もねありのでね、本当にいろいろとねこの軽トラックね一台ね楽しませてくれましたよね。まあこのねこの上の突起もね、まあ、これもヌコの耳言うてね、まあ、名前つけたりね、まあ、まあこうやって見たらここにもねフックがあって、まあ、このフックの角度もほんまにちょっと向こう向いてることによってこうロープかけたら後ろ向きに引っ張っても取れにくいようにフックの角度もねついてますよね。こんな作りもガラス、荷物が前に来てもガラス割れへんようにねこういうな柵もついててね、なあ、あこの辺のヌコとかねファミキチの絵もね、なんかこうドマの工事でちょっとこの辺も傷ついて、なんかメッシュのワイヤーかなんか積んでちょっとうわ落書きしようかーってね、落書き者もねまあええ思い出ですね。ね、ほんまに、あこんなところにもこれなんかこうフックがあって、なんかこうやってかけれるようなのがついてますね。まあ燃費は平均まあまあ15キロぐらいやったかな、そんな感じでね、いろんなとこに、行った思い出がいっぱい詰まったこのスバルサンバートラック、 YouTube の動画もねいっぱい作ってね、ちょっとね、元は撮ってないですけどね、はい、いろいろとね撮影しました。本当にまあまあ本舗なんかはこういうバイザーが好きなんで、このサンバートラックにはねもちろんバイザーついてます。やっぱバイザーついてる方がやっぱりかっこよく見えるんやけどな、俺だけ。こんな感じでねバイザーついて、まあまあミラーはねメッキじゃないんですけど、まあまあ一番下のグレードやから、このスバルサンバートラックは何もない状態で、ヘッドライトも普通のハロゲンやったら真っ暗やったけどね、真っ暗ではないけどねちょっと明るい
ランプに変えてね、はい、感じでね、あ、スバルサンバートラックね、いろんなとこ行った思い出がね、あ、これなんかほら1551に貼っとったね、オートバックスで買ったこのモールをね、左右に貼ってね、まあ、ちょっと若干1551仕様みたいにね、貼ってね、まあホンダ社長みたいにね、まああそこまでガチに大蔵からにはしてないんですけどね、最初買った時この色失敗かなと思ってんけど、まあまあほんまに乗ってたら白より黒よりシルバーかなみたいな感じでね、はい、まあ、気に入ってます。まあもうほんまにこれ気に入ってます、ほんまにね、ほんとね、今までねいろんなとこ行って楽しませてくれました、ありがとうございます丹石さんと IKEA にねゴミ箱買いに行って、ここにプラスチックのゴミ箱積んでね、ゴム貼ってそれだけでなんか寝屋川まで帰ったもんね、覚えてますよ。まあ、今までねタイヤもパンクすることなくね、この予備タイヤをね使うことなくね来ました。これはこの辺にもセンサーついてて、バックの時ピピピピって言うんですよね、はい、めっちゃかっこいいやん、このシルエットとかやばいな。はい、はい、ということでね、今日はねこのスバルサンバートラック全部荷物を、下ろしてね、車検を受けました。はい、上竹モーターズさんでね、2万5000円で、車検受けました、ありがとうございますね。もう2年間経ってね、今回車検受けたということで、これからもねこの軽トラックでバリバリねいろんなとこに行きたいと思います。ということでね、今回はこのスバルサンバートラック、車検を受けたよっていう動画でした。よっしゃ、はい、ということでね、本舗なんかね、このスバルサンバートラック、本日ね、2年経ったので車検を受けたというね、動画でした。ややこしい、くだりで申し訳ございませんでした。いや、でもね、ほんまに2年間、ほんまにね、頑張ってね、走ってくれました。もういろんなところにね、行ってね、軽トラのね、なんていうかな、能力、繊細能力というかね、もういかんなく発揮してもらってね、2万1000キロ、ね、走ってね、今までノントラブルで走ってきました。いや、でもほんまに軽トラックってほんまに面白くて、これはね、もうね、ごめんやけど、手放されへん。マジで。ということでね、これでね、まだまだね、いろんなとこね、まあ、トラックの改装でもね、連れて行って、またね、いろんなとこ回りたいなと思ってます。ですです。ということでね、今日も、本場なんか YouTube、ご覧いただきありがとうございます。これからもね、どんどんこのね、スバルサンバートラックのね、動画をね、発信していきたいと思いますのでね、皆さんお楽しみに。ですです、デスノート。じゃあ、バイバイ、本場なんかでした。プチさん。